今回は、牛の国参りで半身不随となった男、お地蔵さんの勘違い、ナンパされたちょろい幽霊、こちらの3つのお話を紹介します。ではどうぞ。大学の時、面白半分と度胸試しで、よく肝試しをやってたんだ。小中高はたまた大学まで同じという悪友4人組。毎週行くもんだから、波の心霊スポットとかだと、もう慣れてきちゃって、これじゃ度胸試しにならんよなぁと思ってさ、まあ飽きてきたんだな。悪友の一人が、ホラー映画とか怖い話が好きなんだけど、結局人間が一番怖くね？という結論に至った。確かに、小鳥箱とか孤独とか両面宿儺とかさ、人間が作り出したもんが恐怖に陥れているわけで。あとは殺人とか詐欺とか性犯罪とか、どう考えても人間の方が怖え。だったら怖い人間を探す気も試しがおもろいんじゃね？俺たちは、割と危ない度胸試しを考えついてしまった。思えばこの時、ぶん殴ってでも止められてたら、三人にならずに済んだのにな。え？一人死んだの？それは本当に危ない。続きはよ。怖い人間、みんななら何が思い浮かぶ？ヤクザ？ヤンキー？通り魔？ストーカー？いろいろあるとは思うけど、上述した通り、人々を苦しめた呪いは人が作ってる。そういった人間が一番怖いよね。でも今現在、呪術で誰かが苦しめられてるとか、聞いたことがない。知恵を絞って出た答えは、牛の国参りだった。現存する最もポピュラーな呪いはこれだろう。その現場をカメラに収める。それが俺らの第二次肝試しの目標だった。牛の国参りだけは関わったらあかん。あちゃー。俺たちは、徒歩5分の神社や車で2時間の神社、鈍行列車で4時間の神社等々を巡った。数にして100を超えていたと思う。いくつもの神社を巡って、牛の国参りの形跡を探し続けた。ここまで半年かかってる。19歳の好奇心旺盛な俺たちの瞳は、少年のようにさぞキラキラ輝いていたことだろう。で、やっと見つけたんだよ。車で2時間くらいの、こんな山奥に神社あんの？って場所を。俺たちてっきり、藁人形が刺さってると思ってたんだけど、どうやら神社の関係者が片付けているようだった。形跡探しの段階だから、早朝4時くらいに行ったんだけど、神社の人が木のそばでなんか作業してるのが見えて、いなくなった後に見に行ったら、釘打った穴が開いてた。多分見つけるたびに片付けてるんだろうな、と思った。半年間、求め続けた場所がここにある。まるで絶世の美女にあったように、スーパーハイテンションな状態だった。ちょっと笑った。本当に藁人形打ちつける人とかいるんだね。季節はちょうど夏休み。山のふもとに湯治宿があって、7泊のプランで予約。日中は川で遊んだり、釣りしたり、野球したり。深夜1時を回った頃に神社に行き、深夜3時まで監視体制。そんな日々を過ごし、牛の国参りは見られないまま3日が過ぎた。元より見られる確率なんて、ほぼほぼゼロだろうと思っていた俺たちは、半ば諦めムード。日中の遊びメインで楽しく過ごしてた。4日目の朝、タバコを吸いにみんなで外に出た。当時19歳で、もちろん宿には免許証とか見せてたから、宿のおっちゃんに見つかってこっぴどく叱られた。で結局、泊まった分の支払いだけして、追い出されちゃったんだよね。悪友の一人がイケイケのヤンキーなんだけど、おっちゃんの胸ぐら掴んだら、逆に華麗な背負い投げされて30分くらい苦しんでた。流れ玉でもう一人張り手食らってた。張り手防衛を H としよう。H は、あのクソ親父、牛の国参りで呪い殺そうぜ。なんて言い出した。おいおい俺らがやっちゃ意味ねえだろ。って雰囲気だったが、ヤンキーボーイの Y も賛同した。流れに釣られてみんな乗り気になっちまった。方法はよくわかってなくて、みんなで覚えてる限りで作戦会議。続きが気になる。牛の国参りを実践するのは勇気ありすぎ。藁人形に相手の髪の毛を入れる。頭にろうそく5本。白装束を着る。髪は長い方がいい。五寸釘を使う。下駄を履く。五寸釘、よくわからんから適当な釘を買った。下駄、売ってないからビーチサンダル。白装束、売ってないから白シャツ。ろうそく、頭にベルトで巻きつける。長い髪、帽子ま、らのカツラを拝借。藁人形、道端にある草で代用。まあこんな感じで適当も適当。夏の思い出程度に考えてたからな。で、比較的コミュ力がある俺と、もう一人、シートしよう。二人で髪の毛採取に向かった。さっきはすみませんでした、お詫びです。と菓子折り持っていくと、難なくおっちゃんはほころんだ。フロントの待合室みたいなところでしばらく話して、シーがお疲れじゃないすか？肩もみますよ、なんて言ってあっけなく髪の毛ゲット。あとは夜まで適当に過ごし、レッツ受殺。人に見られちゃいけない、
的な要素があった気がしたんで、俺らは神社の前に駐車して待機。H は意気揚々と森に消えた。数分経っただろうか。うわぁ。H の悲鳴が山中に響き渡った。急いで俺らが向かうと、尻もちついた H がいた。視線の先には、何か人のようなものがいた。真っ黒い和服で、顔は暗くて見えない。神社の関係者かと思ったけど、何も喋らずじっとしてる意味もわからない。イメージで言うと、ハリポタのディメンターみたいな見た目。Y が、ドドドドどっか行け。と涙目で叫ぶと、スーッと消えた。ガクガク震える H を引っ張って車に戻ったが、H は震えてるだけで喋ろうとしない。30分走った先に24時間営業のファミレスがあるんで、明るい場所に行けば大丈夫だろうと車を走らせた。ファミレスに入りホットコーヒーを飲ませたら、だんだんと落ち着いてきた。H はポツポツと事の顛末を語り出した。H は、これでマジで死んだらどうしよう?と考え、藁人形の足を釘で打ったそうだ。骨折れちまえ。てな具合で。だが、藁人形の木に当てながら、釘を持って打ち付ける作業が意外に難しく、なんだかんだで腕当たりを釘打った。ある程度落ち着け、最後に全力で釘をガツン、と叩いた。その瞬間、ディメンターみたいな奴が現れたらしい。消え。怖。鳥肌立ったわ。ビビって尻もちついてさ、すぐにお前らが来てくれて助かった。あんな怖いことブツブツ言われたら、一人だったら失神してたわ。そこで疑問に思ったんだ。あいつ何か喋ってたか?と。あのディメンターはなんて喋ってた?俺らが来てからは何も話していなかったけど。そう聞くと、あいつずっと喋ってたろ。という、俺たちはざわっと鳥肌が立つのを感じながらも、好奇心で何を言っていたのかを聞いた。H は、ありがちすぎて、嘘に聞こえるかもだけどと前置きし、話した。呪い、聞き届けた。腕をもぐ。お前にも帰るぞ。お前の腕ももらう、お前の腕ももらう、お前の腕ももらう。こんなことをずっと言い続けていたらしい。そんで俺さ、右腕、動かねえんだわ。半べそかいた表情で、H は言った。おちゃらけムードから一転、朝までファミレスで過ごし、家路に着いた。翌日、H から電話があった。あいつ腕だけじゃねえ。足も持っていきやがった。マジ殺す。殺す。二日後、電話にも出ない H を心配して H 宅を訪れた。H は、右半身麻痺で車椅子生活。発狂して精神病棟に入院しているらしい。あれから4年、未だに H は出てきていない。おっちゃんの腕について気がかりだったが、その当時は H の件もあり、うやむやになってしまった。しかし、4年も時間を置いてしまったが、俺とは愛しいはあの当時宿に赴いた。おっちゃんが出迎えてくれ、大あん時の、覚えていてくれたようで、しかも右腕はちゃんとあった。4年前くらいに右腕怪我しなかったですか?おう、なんで知ってんだ?ジョギング中に真っ黒い服着た野郎に襲われてよ。人間じゃねえ感じしたからよ、お経読んだらどっか行ったわ。覚えとくもんだな。せめておっちゃんが無事で安心したよ。人を呪わば穴二つ。面白かった。おっちゃん何もんだよ。腕だけのはずだったのに、なんで足も持っていかれたんだろ?それこそ、人を呪わば穴二つってことだろ。私の父方の実家は人里離れた山中にあり、祖父母が暮らしていました。祖父は石屋と呼ばれる仕事をしていて、村の墓石や石碑は、全部祖父が作ったものだと聞いています。祖父は自分の腕をとても自慢に思っていたようで、遊びに来た私たちをよく散歩に連れ出しては、作品を見せて回っていました。中学生の夏休みに、久しぶりに祖父母のところへ帰省した時のことです。家の離れに新聞紙が敷いてあり、その上に見慣れない、小さなお地蔵さんが置いてありました。私が祖母にこのお地蔵さんは何かと尋ねると、村の商工会議所近くにある、お社の中にあったお地蔵さんなのだそうです。村の高齢化に伴い、まともに管理がされていなかったせいか、確認しようとした際にお地蔵さんの腕が割れてしまい、それを見た祖父が修理のために、許可を取って自宅に持ち帰ってきたとのことでした。私は祖父の仕事を見たことがなかったので、その様子に興味津々となり、離れへ入り浸りました。祖父はお地蔵さんを丁寧に乾いた布で拭き上げ、欠けた破片も同じように、丁寧にきれいにしていきます。お地蔵さんの左腕はすでに欠けて、地面に落ち、右腕もひびが入って、今にも取れそうな気配です。右腕を補強するか。そう言って祖父は接着剤のようなものを作り、それを塗ろうとお地蔵さんを持ち上げた時です。ビシッという音とともに、お地蔵さんの腕が外れてしまいました。思ったよりも痛みが激しいから、セメントで固めた方がいいとのことで、そこで作業は終わりになりました。その日の夜から、祖父の様子がおかしくなりました。ずっと右肩が凝ると言い出し、違和感を感じるのか、常に右肩を回しています。
肩が凝ったなんてセリフは、祖父から初めて聞いた、と祖母は言っていました。次の日、祖父の様子がさらにおかしくなりました。右腕の感覚に違和感があり、動かしづらいというのです。心配した父が祖父を病院に連れて行き、いろいろ検査をしてもらいましたが、異常は見つかりません。しかしその後も悪化し、とうとう祖父は右手の指先まで、痺れで動かせなくなりました。さすがに明らかな異常があるということで、再び病院で脳梗塞の可能性なども含めて、きちんと検査してもらいましたが、それでも異常なし。祖父がそんな調子でしたので、お地蔵さんはすっかり忘れられていましたが、数日経った頃に祖父が、お地蔵さんをそのままにしておくのはかわいそうだ、と言い始めます。仕方がないので私と父が、祖父から指示を受けながら、お地蔵さんを修理しました。お地蔵さんの取れていた両腕はきちんとつき、元の形にはなったので、元のお社にお返ししました。するとその日の夜、祖父の右腕が何事もなかったかのように治り、動くようになったのです。私たち家族は驚き、祖父の右腕の異常は、お地蔵さんのたたりが原因なのでは、と話題になりました。お地蔵さんが祖父の行為を勘違いし、傷つけられたと思ったのではないかというわけです。その後、きちんと修理して元に戻した結果、お地蔵さんの怒りも解けたのだと思います。あくまで憶測でしかありませんが、そうとでも考えなければ、祖父の異常は説明がつきません。この出来事以来、なんとなく私はお地蔵さんを怖いと感じてしまいます。面白い。確かにこっちは好意でも、向こうからしたら悪意に感じることって、多々あるよな。お地蔵さんには極力近寄りたくないな。これは私が大学4年生だった時のこと。親友からおかしな連絡が来ました。その親友とは遡って2週間前、仲間内でキャンプ場へ遊びに行っていました。2週間ぶりに話す親友はどこか様子が変というか、元気がなく何かに怯えている印象を受けました。どうしたのか親友に聞くと、最初は言いづらそうにしていたのですが、あの女が付きまとってくる。そう言ってきました。あの女、と聞いても私には何のことか全くわからず、親友の話では埒が明かないと思って、アパートに直接出向きました。親友の部屋のチャイムを鳴らしても、全然出てこないので、ドアを軽く叩いて自分が来たことを告げると、ようやく出てきてくれました。2週間ぶりに会う親友は、明らかに顔色が悪かったです。事情を尋ねると、どうやらあの女とは、キャンプの川で会った女だとわかりました。私たちがキャンプに行った日の夜9時半頃、お酒を飲んでいると仲間の一人が、川に行こう、と言い出して、みんなで涼みに向かいました。その際、川辺に黒髪ロングヘアで、白いワンピースを着た女性が一人、体育座りをして川を眺めていたのです。今考えると不気味な状況だったのですが、酔った勢いで頭が回らなかったのかもしれません。親友は話しかけていました。君すごく可愛いね。一緒に遊ばない？ナンパの決まり文句を放つ親友を、女性はじっと見ていました。その女性の顔はとにかく色白で、なかなかに可愛かったです。親友が熱心に声をかけるのも納得でした。結局ナンパは失敗して、女性はどこかへ行ってしまったのですが、親友が言うには、部屋にあの女性が毎日現れるというのです。まさかそんなはずはないと思ったのですが、親友の怯えた様子は嘘とも思えません。とりあえず状況確認のため、その日は私も親友宅へ泊まることにしました。夕方から次第に夜となり、7時半頃に夕飯を食べて、それからはずっとテレビを見続けるも、何か起こる気配はありません。やっぱり親友の思い違いなのでは、と思った矢先の9時半頃。部屋のチャイムが鳴りました。しかしどういうわけか、親友は全く出ようともしません。まさか女が来たのかと思い、ジェスチャーで親友へ合図を送ると、青ざめた表情で親友が、あの女が来た、とぽつり言いました。私もビビってしまい、しばらく無視していると、今度はドアをどんどん強く叩き始めました。それも無視していたら、帰ったのか何も聞こえなくなりました。恐る恐る玄関を開けて周囲を確認してみると、親友の部屋の前が、びしゃびしゃに濡れているのです。不思議なことに、他に濡れている箇所は一つもないのに、親友の部屋前だけが濡れていて、鳥肌が立ちました。また女が来たらどうしようと待ち構えるも、異変は起きず夜も遅くなったので寝ることにします。ところが私が寝ていると、突然顔に何か冷たいものが落ちてきました。なんだと思い目を開けると、びしゃびしゃに濡れた女性が、私の顔を覗き込んでいたのです。眠気もぶっ飛ぶほどびっくりし、大きな声を出そうとしたものの、全く声が出ません。体も動かすことができず、金縛りという状態になっていました。なすすべもなく、その女性を見るのも怖いので目をつぶり、時が過ぎるのを待ちます。
一応気になったので、薄目で顔を確認してみると、やはりキャンプの川で、親友がナンパしていた女性でした。マジでこれはやばいかも、と思っていると、その女性が私に馬乗りになりました。そして私の耳元で、その人に近づかないで、と呟いてきます。とにかく助かりたい一心で、私は頭の中で、わかった、とひたすらに連呼します。しばらくすると女性の重みがすっと消えて、目を開けると女の姿はありませんでした。夢だと思いたかったのですが、寝ていた布団がびしゃびしゃに湿っている。それからは友人たちで集まって、緊急会議を開きました。皆で持ち寄った幽霊撃退のアイデアを、片っ端から試しまくり、親友を救うため数ヶ月間、素人なりに必死に対策をしました。効果があったのか、一応女性の幽霊が出ることはなくなりました。ちなみに、どの除霊方法が効いたのかは、いろいろやったのでわかりません。完全に撃退できたのか未だに確信が持てないので、ふとした瞬間に、あの夜見た女性の姿を思い浮かべると、背筋がゾッとします。幽霊のナンパに成功することがあるのか。ストーカーの幽霊かわいいな。話は以上となります。気になったことがあれば、コメントをお願いします。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。